さあ今日の前半5回までです。吉見が1回2アウト3塁という場面ですが、カブレラインコース見逃し三振、いい立ち上がりを見せました。一方オリックス先発は中山、今シーズン2度目の先発。西岡に対するまず初球先頭バッター三振、さらに続き今江もインサイドへ見逃し三振、井口はライトフライとしっかりと三者凡退に抑えました中山です。ゲーム3回です。ノーアウトランナー1塁でバッター坂口、ちょっと脇の広がったスイングでライトフライ、下山も463のゲッツーに抑えるなど吉見好調です。3回の裏です。ツーアウトランナー3塁でバッター西岡、ここも中山が外の変化球で三振。ゲームが動いたの4回です。ワンアウト満塁としたオリックスバファローズ、バッターはカラバイを迎えますが初球でした。カーブを完璧にレフトスタンドへ、満塁ホームラン、4対0。自身初のカラバイを、日本での満塁ホームラン。そして4回の裏、ロッテはツーアウト1、3塁と反撃のチャンスを作るんですが、サブローはレフトフライに倒れました。ちょっと詰まりました。5回の表です。オリックスはノーアウト2塁1塁、バッターカブレラ、吉見のストレートセンターへ弾き返しました。5対0とリードを広げますオリックス。さあ5点のリードをもらった中山は勝ちのかかった5回の裏ですが、満塁とピンチを作ります。そして迎えるバッター井口、追い込むまではまあまあだったんですけれども、最後変化球甘く入ったのはセンターバックスクリーンへ。井口の通算9本目の満塁ホームランで5対4と1点差に千葉ロッテが詰め寄りました。